はい、どうもこんにちは、むかげです。ということで、今日ね、紹介するガジェットっていうのは、おそらくね、2023年最後の大物になるのではないかと思うんですけれども、そちらの商品はこちらです。じゃんと。はい。これね、インスタ360のエイスプロですね。まあ、いわゆるこうアクションカメラ第3の刺客的な、まあ、結構いろんなところでも絶賛されているアクションカメラというふうな感じで、僕もね、このカメラ、このね、1週間から10日間ぐらい使っていたんですけれどもね、実際ね、このカメラね、まあ、かなりいいんですよ。で、僕の場合はね、どうしても、やっぱりこう、GoPro ファンっていうところがあるんですけれども、そういったこう、GoPro ファンのね、視点から見てもね、アクションカメラをこう、新しいフェーズにね、持ってくるような、そういったこう、カメラでね、この動画の中ではね、もちろん、この GoPro Hero 12とこの DJI の Osmo Action 4、これなんかとね、比較した映像っていうのも、後ほど動画の後半にじっくり見ていただこうと思うんですけれども、まず最初ね、このね、インスタ360のエイスプロ、これまでのアクションカメラ、こういった GoPro Hero 12であったりだとか、この DJI Osmo Action 4と比較してもね、だいぶね、立ち位置っていうのが変わってきているんですね。やっぱりこう、アクションカメラっていう風になると、どうしてもやっぱり GoPro っていうのが、まあ、ある種のこう、リファレンスモデルっていう風な感じになって、まあ、この GoPro を中心に、まあ、この DJI のアクション4っていうのがね、まあ、そのこうライバルみたいな立ち位置で、実際ここのところこの GoPro とこの DJI のアクションシリーズっていうのは、まあ、似たような進化っていうのを遂げているわけで、まあ、例えばこうそれぞれのカメラっていうのがまあ10ビットに対応したのも同じタイミングですし、でその次にね、ログっていうのを搭載したのも同じタイミングっていうことで、まあ、この2つの GoPro と Osmo アクションシリーズっていうのは同じ土俵でこうバチバチやり合っているアクションカメラっていうふうな感じなんですけれども、このね、まあ、最後にやってきた第3の刺客のインスタ360のエイスプロっていうのは、ちょっとね、この2機種とはね、立ち位置がやっぱり違うんですね。特にやっぱりこの2つのカメラにはない新機能っていうのが、1つや2つじゃなくて盛りだくさんっていうふうな感じなんですね。で、それらをね、1つ1つね、ピックアップしていくと結構こう大変なことになるんで、僕がね、ここのところ使っていて、感銘を受けたこのインスタ360エイスプロの、まあ、新機能、これをね、まあ、10個ほど紹介してみようかなと。いうふうに思っています。まず最初はね、やっぱりね、このインスタ360のエイスプロ、夜間性能っていうのが、この2つのカメラと比べて明らかに高いんですね。で、こうセンサーサイズ的に言うと、このインスタ360のエイスプロっていうのは1.3分の1型のセンサーを搭載していて、この GoPro のね、1.9分の1型のセンサーと比較すると、やっぱりこっちの方がね、大きいということなんですけれども、ただね、このアクション4とはね、センサーサイズ同じなわけなんですよ。これもまあ1.3分の1型のセンサーなんで、なんですけれども、この夜間性能っていうことに関して言うと、このね、センサーサイズの差以上に、このエイスプロっていうのがやっぱりね、ちょっとね、抜けているっていうふうな感じなんですね。この GoPro とアクション4に関して言うと、まあ、確かにね、夜間性能っていうふうに見ると、アクション4の方がこう若干いいかなって、やっぱりこうセンサーサイズが大きいっていうこともあって、そういった感じなんですけれども、ただそこまでね、目を見張るほどの大きな差はないかなっていうふうな感じなんですけれども、このエイスプロに関して言うと、明らかにこの2つのモデルと比べても夜間性能、まあ、低照とかの撮影っていうのが、まあ、こなれてるんですね。よく撮れるんですよ。で、このエイスプロってね、一般的には、まあ、ライカと共同開発した明るいレンズがね、搭載されているっていうところがね、まあ、フューチャーされることが多いんですけれども、実際には使ってみるとね、それ以上に AI チップっていうのが搭載されていることが大きいなというふうに感じていて、この低照度下の撮影ね、つまりこう夜間性能っていうのも、この AI っていうのがまあよく働いてくれているんですね。まあ、この辺こう実際の比較映像っていうのはじっくりとね、後からご覧いただこうと思うんですけれども、単純にこのね、2つのカメラと比較しても、夜間ね、明るく撮れるっていうところもそうなんですけれども、ノイズの量っていうのも明らかに少ないんですね。まあ、この辺こう AI によってこうカメラ側でノイズ除去をすることによって、まあ、撮って出しの段階からまあかなりこうクリーンな映像が撮れるということで、この点がやっぱりこのカメラの一番のまあ特徴かなというふうに思いました。で、その夜間性能に関してなんですけれども、このエイスプロの場合っていうのは、通常はこの動画モードで撮影するんですけれども、ここにね、ピュアビデオモードっていうのがあるんですね。これを使うことによって、まあ、夜間性能っていうのが、まあ、著しく向上するということで、この辺後からね、このね、3つのカメラをサイドバイサイドで比較した映像っていうのをご覧いただこうと思うんですけれども、この点はもうね、明らかにこの2つと比較しても、このエイスプロっていうのが、まあ、優れているポイントというふうな感じでした。で、2番目のポイントなんですけれども、これはダイナミックレンジで HDR 撮影っていうのが 4K30p 以下、 4K30p であったり 4K24p では
まあ、デフォルトで使用することができる、そういったカメラになっていて、例えばこう GoPro で言うとね、その際はこうプロファイルの一つっていう風に扱われて、 HDR で撮影するか否かっていうのは設定から変える必要があるんですけれども、まあ、この Ace Pro に関して言うと、あの 4K30p もしくは 4K24p ではこの HDR っていうのが自動的にオンになる、そういったねカメラなんです。これもねやっぱりねこの2つと比較してね、特にこうハイライトの部分での再現性っていうのが一段高かったなという風な感じなんですね。特にこう明暗差が激しいような状況では、この2つのカメラではね、あの白飛びしてしまっているような環境下でも、 Ace Pro の場合っていうのはそのハイライトのディテールっていうのがちゃんと残っているっていうシーンが結構あったんで、この辺も夜間性能ではなくて、こう通常利用における HDR ダイナミックレンジの広さっていうのでも、この Ace Pro っていうのはかなりこう優れていたかなというふうに思います。で3つ目なんですけれども、これがね露出の速攻モードなんですね。このインスタ360の Ace Pro には顔優先での速攻モードっていうのがついていて、で、まあ、どういうことかと言いますとですね、こんな感じでじゃんと、これもねおそらくね AI っていうのが関わっていると思うんですけれども、顔を認識するとですね、顔のところをね囲ってくれて、まあ、そこを中心に露出っていうのを決めてくれる、そういったね機能っていうのがついているんですね。これによってこう逆効果とかね、どうしても後ろが明るすぎるっていうこともあって、露出がそっちに引っ張られて顔が暗くなってしまうっていうケースがあるんですけれども、この Ace Pro の場合っていうのはこんな感じですぐね顔っていうのを認識してくれて、そこを中心に露出っていうのを取ってくれるんで、これもねおそらく AI っていうのが関わってると思うんですけれども、これがねかなり優秀でした。例えばこう GoPro なんかでもね、ローカルトーンマッピングっていう機能がまあ実装されていて、まあ、なるべくそういったこう明暗差っていうのがねつかないような形で、まあ速攻はしてくれるんですけれども、この Ace Pro になってから、あのそういったこう従来の全体的に露出っていうのを多分割で速攻するモードだけではなくて、顔優先モードっていうのも追加されたことによって、特にやっぱりこう Vlog 撮影ですよね、まあ、こういったのはよりはかどるかなというふうに思います。で、まあ、4つ目のポイントとして、まあ、取っ手出しを突き詰めたような、あの豊富なプリセットっていうのがこの Ace Pro には用意されていて、この辺もこの2つのカメラとの違いなんですけれども、あのここ最近10ビットであったりログっていう、まあ、撮影後のね編集段階でより活かされる機能っていうのがまあ追加されているカメラなんですけれども、この Ace Pro っていうのはそういったこう10ビットやログっていう機能っていうのは搭載されていなくて、もうあの取っ手出し、このカメラでこう撮影した段階でもある程度まであの突き詰めるような、あのそういったこうカメラになっていて、特にこうピクチャープロファイルみたいなプリセットっていうのが豊富なんですね。でこの辺こう GoPro や Action 4っていうのは、まあ、映像の色味っていうことに関して言うと、まあ、大体こうね3種類用意されているっていう風な感じなんですよ。まあ、コントラストが低くてフラットな、そういったこう色味と、あとはナチュラル、まあ、スタンダードな色味とビビッドね、まあ、彩度が高い、そういった色味、この3つぐらいがね、あのこのね両方のカメラには採用されているっていう風な感じなんですけれども、この Ace Pro はねもっと多いんですね。通常ではこの STD っていうねスタンダードモードっていうのが用意されているんですけれども、その他にもこの標準だけではなくて鮮やか、まあ、これはビビッドに当たるものですよね。でこのフラット、まあ、これも GoPro Action 4と同じような、まあ、低コントラストな画像なんですけれども、それ以外にもこんな感じで自転車1、自転車2、アーバン1、これなんかはコントラストのある温かみのある色調みたいなね。でその他にもスキー1、スキー2で、夜景1、夜景2で、海1、海2みたいな形で、それぞれのシチュエーションによって使えるプリセットっていうのがあらかじめあの豊富に用意されているんですね。でそういったこう色味以外でもこう解像度であったりフレームレートに関してもこのプリセットっていうのが用意されていて、このライディング、この場合は 4K60p ですね。でスキーの場合は 4K120p、 サーフィンの場合も 4K120p、 ダイビングの場合は 4K60p で、 Vlog の場合は 4K30p みたいな形で、 あらかじめプリセットっていうのが用意されてますし、でここからで自分でそのカスタムっていうのも作ることができるんですね。あの10ビットやログっていうのを搭載されていない分、まあ、撮影段階で追い込めるような機能っていうのがもうあらかじめ入っているっていう風な感じなんですよ。これなんか特にこう SNS に載せたりだとか、あとまあ撮影した後もね編集っていうのは最小限に留めたいっていう場合は、やっぱりこういったね機能があるとか、まあ、かなりこう使いやすいポイントかなというふうに思いました。5つ目のポイントなんですけれども、これはねこのカメラのアクセサリーなんです。今回このねこれね GPS プレビューリモコンっていうのも同時に発売されていて、
これがねめちゃくちゃいいんですよ。言ってしまえばリモコンっていうことで、まあ、これなんかも GoPro なんかでもね同じようなねあの Bluetooth で接続するリモコンっていうのがあるんですけれども、あのそれとはねちょっと違うっていう風な感じなんですね。でこれまあどういうものかっていうと、これね今ねこれ Ace Pro の方っていうのは電源をオフにしている状態です。でこの GPS プレビューリモコンの電源を今オンにしました。そうするとこんな感じで自動的にねカメラっていうのを接続してくれるんですよ。で今ねあの接続中なんですけれども、それでどうなるかと言いますとですね、じゃんとこのリモコンでプレビューすることができるんですよ。こんな感じで、でしかもまあここからこうカメラの設定っていうのもあのすることができますし、しかもね遅延っていうのもねすごく少ないんですね。これちょっとわかるかな、こんな感じで、でしかもこのリモコンにはこういったねこう時計型のねマウント部分っていうのも用意されていて、でしかもまあこんな感じでねあの時間っていうのも出すことができて、これなんか本当こう時計感覚でこのプレビューすることができるんですね。であとまあここにねここにこう録画ボタンっていうのがついているんで、これなんか押すとこんな感じであのプレビューできて、ちゃんと録画時のプレビューっていうのもできるんですね。でただしこれはこれ 8K とかでの撮影っていうのではあの録画時プレビューっていうのはできないんですけれども、これがやっぱりかなりおすすめなんですね。であとね電源をねオフにするときっていうのもこんな感じで、ここのね電源ボタンっていうのを長押しすると選択肢っていうのが3つ出てくるんですね。あのカメラだけの電源をオフにするのか、それともリモコンだけをオフにするのか、もしくはリモコンとカメラ同時に電源をオフにするのかっていうことで、これなんかもこんな感じでこうするとリモコン側も本体側も電源をオフにすることができるっていうことで、まあ、このリモコンだけでねこの Ace Pro っていうのを遠隔で操作できるっていうことで、これまではどうしてもこうスマホと接続してねあの映像っていうのを確認する必要があったんですけれども、このほぼほぼ時計なリモコンであの制御できるっていうことで、でこのリモコンこの作りっていうのもねすごくシンプルで、この電源ボタンと録画開始ボタンっていうのが2つだけついているっていうふうなあの感じです。これはねやっぱりこの Ace Pro を使うんだったらぜひ用意してもらいたいアクセサリーかなというふうに思います。で6つ目のポイントなんですけれども、これは Ace Pro のこう外観的な特徴でもあるんですけれども、やっぱりこれモニターがねチルト式になったってことなんですよ。これはやっぱり GoPro やアクションシリーズと一目で分かる違いっていうことで、やっぱりこれチルト式になったことによって、例えばこうバイクや自転車にマウントした時なんかにも見えやすいっていうこともそうなんですけれども、まあ、ローアングルでも撮影しやすいですし、でこれやっぱりこうアクションカメラっていうことなんでね、こうあの天地逆さまにしてもこう撮影はできるわけなんで、こういったこうハイアングルでね撮影する時なんかにもこのチルト式になったことによって映像の確認がしやすくなったっていうことで、これなんかメリットデメリット両方あると思っていて、特にまあ GoPro や Action 4っていうのはねあの画面っていうのが前と後ろに用意されているってこともあって、こういったこう自撮りからあの景色を撮るっていうのが結構スムーズにね移行できるっていう風な利点はあって、その点この Ace Pro の場合っていうのはどうしてもこうねスクリーンをね持ち上げなきゃいけないっていうことで、この辺こう自撮り撮影から景色っていう風になると、まあ、若干手間はかかるんですけれども、ただやっぱりこう画面がねフリップアップ式になったっていうこともあって、こう自撮りをしながらでもね結構ね深いところまで設定をいじれるっていうのはこれはまあかなり大きいところかなと。あの特にこう GoPro なんかではね前面のモニターっていうのがタッチスクリーンに対応していないですし、 Action 4の場合はね対応はしているんですけれども、やっぱりこうねモニターが小さいっていうこともあって細かな設定とかっていうのはやっぱやりづらかったんですけれども、この Ace Pro の場合っていうのはこのフリップアップ式になって、まあ、アングルの自由度っていうのも高まりましたし、あとまあ自撮り中にね設定っていうのも変えやすくなったかなというふうに思います。で7つ目のポイントなんですけれども、この Ace Pro にはクラリティズームっていう機能が搭載されていて、これがね、まあ、結構便利なんですね。これまあどういうものかっていうと、この画面っていうのをダブルタップするだけでこんな感じで2倍のねズームっていうのができるんですね。で、このズーム機能っていうのはこの GoPro にも Action 4にも搭載されているんですけれども、まあ、GoPro の場合は 1.6 倍のズームで、 Action 4の場合は2倍のズームっていうのがあるんですが、それはいずれも画面を切り出す形のズームっていうことで、
どうしても画質っていうのは劣化してしまうんですね。で一方ね、このエースプロに搭載されているクラリティズームっていうのは画質の劣化っていうのもないですし、何よりもさっき見たようにこうダブルタップでね、簡単にこうズームができるっていうのはかなり大きいかなと。GoPro もアクション4もね、どうしてもねその機能っていうのを呼び出して、であとはまあスライドでそのズーム具合っていうのを調整するっていうね、手間がかかったんですけれども、このエースプロの場合っていうのはもう画面をねタップするだけで簡単にこうズームできるっていうことで、これなんかもねこう自撮りしながらでも簡単にまあアップすることができるっていうことで、劣化なしにズームできるっていうこともそうなんですけれども、ダブルタップでね簡単にズーム機能が呼び出せるっていうのもかなり大きいポイントかなというふうに思います。で8つ目のポイントなんですけれども、これね録画の一時停止機能っていうのがこの Ace Pro には搭載されているんですね。でこの機能っていうのがね個人的にはねかなりありがたい機能で、まあ、これね構成の都合上ね8個目にね紹介しているんですけれども、役立ち度で言うとねもっとね上位に来るような機能で、これどういうことかっていうと、これ今ね録画開始したんですけれども、録画しますよね。そうするとここにねこういったねマークが出てくるんで、ここをね押すんですよ。そうすると録画をね一時停止っていうのができるんですね。で今ねもう録画をしていない状態なんですよ。でまたここをねタップすると録画っていうのが再開されるっていう風な機能なんですね。これ口で説明するとなんか別に大したことないっていう風に思われがちなんですけれども、これ録画を停止したところでファイルっていうのは分割されないんですよ。一つのファイルに収めてくれるっていう風な機能なんですね。まあ、なのでこれまでは例えばね撮影してここは使わないなって思ったら録画を停止して、でまたここ使うなっていう風になったら録画を開始するっていう風な、そういったこう手順っていうのを踏んでいたんですけれども、これまあ実はねアクションカメラの鬼門でもあって、録画の開始や停止っていうのを繰り返していると、まあ、どうしてもこうメモリーの関係でフリーズしてしまったりするケースっていうのは結構多いんですよ。でしかもまあ出来上がったファイルっていうのはそれぞれにまあ分割されてしまうわけで、ただねこのね一時停止機能っていうのはそういったこう録画のオンオフを繰り返す負荷っていうのもないですし、でそのいらないところっていうのを省いた形で一つのファイルにしてくれるっていうね、これはね実際使ってみるとねかなりこうありがたい機能で、このね録画の一時停止機能っていうのはねぜひね他のアクションカメラにもつけてほしいなというふうに思いました。で9つ目の新機能なんですけれども、この Ace Pro はジェスチャー操作に対応しているんですね。これまあどういうものかね実演するのがね一番簡単なんですけれども、今まだ録画は開始していないんですけれども、こういう形で、はい、手をかざしただけで録画っていうのが自動的に開始してくれるんですね。で録画を止めるときっていうのも同じように、この録画ボタンを触ることなくこのジェスチャーだけで録画のオンオフっていうのを管理することができるんですね。で同様の機能で言うと音声コントロールっていうのはこの GoPro もアクション4もついているわけなんですよ。例えばこう口でねGoPro 録画開始とかっていうと、まあ、自動的に開始してくれる機能っていうのはあるんです。そういった機能も Ace Pro にはついているんですけれども、さらにこうジェスチャーね手をかざしただけでこう録画開始できるっていうね、特にこう自撮り棒を使っていたりだとか、あとカメラをね遠くに置いているような状況下ではねジェスチャー一つで録画開始できるっていうのは大きいですし、であとねこの季節やっぱりね手袋をはめたりすることっていうのも多いと思うんですが、そういう時ってやっぱりどうしてもねなかなかねこう録画ボタンっていうのをねちゃんと押したかどうかっていうのがなかなかその感触っていうのは伝わりづらいんですけれども、まあ、こういったこうジェスチャー機能があればね手袋をはめていようが手をかざせばね録画開始できるっていうことで、これもね何気にね使っていて楽しい機能で、僕なんかもねここ最近はね意味もなくねボタンではなくてこのジェスチャーでね録画を開始するっていうのがなんか妙に楽しくて使ってしまう、まあ、そういった機能なんですね。これもやっぱり使ってみるとかなり便利かなというふうに思います。最後ね10個目の機能なんですけれども、これね Ace Pro ね充電が早いんですよ。でこれ公式曰くねわずか22分でバッテリーの 80% まで充電可能で、で46分間でフル充電が可能ということなんですね。これね実際にやっぱりね充電っていうのがねめちゃくちゃ早いっていう風な印象なんですよ。GoPro とかね結構ね満充電するのにね時間かかるっていう風な印象なんですけれども、この Ace Pro っていうのはその急速充電に対応しているっていうこともあって20分間ぐらいでこう最大 80% ぐらいまで、まあ、充電ができるっていうことなんで、この辺特にこうモバイルバッテリーなんかと組み合わせて、まあ、屋外でね使う時なんかにはこれだけね充電が早いとね予備のバッテリーなしでもね結構いけるかなというふうな感じで、これもねアクションカメラの使用頻度っていうのが高くなると結構ありがたい機能かなというふうに思いました。
はい、ということでちょっとこう駆け足でね、エースプロのおすすめ機能っていうのを10個挙げてみたんですけれども、これ以外にもね、特にこう専用のアプリケーションを使った編集面なんかではこの GoPro やアクションシリーズにないようなね機能っていうのもあって、本当これまでのこのアクションカメラにはないような新機能っていうのがこのエースプロには盛りだくさんだったなというふうな印象です。でこっからね、このねエースプロと GoPro Hero 12で DJI の Osmo Action 4、この3つのカメラっていうのを同一環境下で比較した映像っていうのをご覧いただこうと思います。特にこう画質や手ブレ補正なんかもそうなんですけれども、まあ、夜間性能であったりこうダイナミックレンジの差っていうのをねチェックしていただければいいかなというふうに思います。でちょっと逆光を見てみましょう。逆光、これ今逆光です。でどんな感じでしょう、逆光体制どんな感じでしょう。でどんな感じでしょう、逆光体制どんな感じでしょう。でどんな感じでしょう、逆光体制どんな感じでしょう。じゃあトンネル入ります。じゃちょっと走ってみます。ジョギング、じゃちょっと走ってみます。ジョギング、じゃちょっと走ってみます。ジョギング、それぞれの水平維持チェック。今カメラを90度曲げてます。戻しました。今度逆に90度、こんな感じ。エースプロとアクション4はほとんど同じタイミングです。これエースプロ標準2倍、これエースプロ標準2倍、これエースプロ標準2倍。はい、ということで今ねもうほぼほぼ日が暮れた状態、夕方の6時ぐらい、どんな感じでしょう。はい、自撮りです。どんな感じでしょう。
夜間のテクレ補正。どんな感じでしょう。はい、自撮りです。どんな感じでしょう。夜間のテクレ補正。どんな感じでしょう。どんな感じでしょう。夜間のテクレ補正。どんな感じでしょう。はい、ということでいかがだったでしょうか。特にこう画質であったり手ブレ補正っていう面においてはその違いっていうのはね、ほとんどね好みのレベルかなというふうな感じがするんですけれども、特にやっぱりこう夜間性能とダイナミックレンジに関して言うと、このエースプロっていうのが一つ飛び抜けていたかなというふうな印象で、特にこう僕なんかはこのアクションカメラっていうのを、スポーツシーンではなくてこう日常のね、Vlog 的に使用することが多いわけで、そうなってくると画質であったり手ブレ補正や、ダイナミックレンジで、あとは音声であったりだとかで低照度化の夜間撮影、この辺がね重要な比較ポイントにはなるんですけれども、このエースプロっていうのはその点においてこの2つのカメラに明らかに劣っているポイントっていうのはないんですよ。さっきも言ったようにこう違いがあったとしてもそれって好みの差でしょみたいな感じなんですけれども、冒頭で言ったようにこう夜間性能ね、低照度下での撮影とこうダイナミックレンジに関して言うと一段性能が高いかなというふうな印象でした。なのでね、これまでねどうしてもこうアクションカメラっていうふうになると、GoPro を中心にしてそのライバルっていうのがこのアクション4っていうふうな感じだったんですけれども、
今回やっぱりこのインスタ360のエースプロの登場によってアクションカメラの選択肢っていうのがぐっと増えたかなというふうな印象で、まあ、特にね冒頭で述べたこう10個のポイント、こういったポイントを重要視される場合っていうのはこのエースプロっていうのが最善の選択になるのかなというふうに思いました。はい、ということで今日はね話題のアクションカメラインスタ360エースプロを紹介しました。気になる方は概要欄にリンク先貼っておきますのでぜひチェックしてみてください。というわけでこう2023年もそろそろ終わりかけですけれども、またねこのエースプロを使った動画であったりだとか、あとまあ他にねGoPro アクションシリーズなんかと比較した動画っていうのも作っていこうと思いますので、もし聞いただけましたらいいのチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、おもかげでした。